ゆっっくりりと近づいてて収ままゲートインが終わります青葉賞スタートしました17頭をほぼ揃いましたまず先行争いホームストレッチ10番ウイン・マクシマムと7番シュガー君ン7番シュガー君がまず行くか同枠8番パワーホール並んでいきます10番ウイン・マクシマムは今3番手11番シュバルツクーゲル4番手に上がっていって14番コスモ・ブッドレア ゴールの前を通過します5番人生4番ロジルーラー中段外17番トロバトーレ並んで16番のデュアル・ウィルダーです17頭が1コーナーをカーブ主導権は8番パワーホール今日も逃げますパワーホール12コーナー中間リードを2馬身取りました単独2番手が10番ウィン・マクシマム2番手と3番手は34馬身空きました11番シュバルツクウケル3番手で2コーナー 14番コスモブッドレアが前から4投目控えて7番のシュガークーン5番手です並んで5番の人生十七17番のトロバトーレが直後で向こう上面に先頭入っています先行グループの後ろ中段は4番ロジルーラー内2番グランアルティスタ外15番の湘南ラプンタ差がなく16番のデュアルビルダーです 1000m59 秒5というペースで先頭を通過しています デュアルウィルダーの外から1番のサトノシュトラウセが上がっていきました内は6番のフォスター・ボンドあと後方からは3番西のフィアンス向場面中ほど13番のマーシャルポイントが今後ろから3投目9番ヘデントールは後方2投目3コーナーカーブします残り 1000m を先頭通過12番のアバンデルが最後方です 8番、パワーホール、今日は大逃げです、2番手を7馬身、8馬身引き離しています、3、4コーナー中間、ポツンと2番手が10番、ウィン・マクシマム、先頭、残り800を切りました、3番手は11番、シュバルツ・クーゲル、14番、コスモ・ブドレアが前から4投目、17番、トロバトーレ、インの6番手が7番のシュガー君です、これに並んでいった5番の人生直後は1番のサトノシュトラーセ、4コーナー、カーブ、さあ、パワーホール、まだ十分リードを。 取って直線コースに短期向かってきました離れた2番手はウィン・マクシマムを追い出した3番手はコスモ・ブッドレア内はシュバルツ・クーゲル残り400を切りました5番手グループにシュガー君外へ切り替えるあるいは17番トロバトーレ1番里のシュと合わせ追い込む16番の湘南ラプンタ15番の湘南ラプンタで残り200を切ります先頭を入れ替わるウィン・マクシマム200を切ったシュガー君外からさらには15番の湘南ラプンタ16番デュアルビルダーも追い込んで1番の里野市合わせ激戦だ7番のシュガー君外から15番の湘南ダプンタシュガー君,シュガー君 ゴーリン接戦を制したのは7番のシュガー君のように見えました15番の湘南ラプンタと2頭並んで入ってこの2頭が日本ダービーの優先出走権を獲得しました